皆さんこんにちは、ジンです。着いたばかりですけどすぐに紹介したいと思います。今日はね、埼玉の美女木にあるところなんですけど、ソウル市場あるんじゃないですか。新大久保でお店スーパーみたいなところあるんですけど、それのなんか支社なのか倉庫なのか知らんけど、そういうお店があって、そこにも韓国食品を売ってるっていう噂があったので、その噂を拾って行ってきました。でまずそこで買ってきてないものから紹介したいと思います。じゃじゃじゃん。まあ、いつもの通りなんですね。キムチ5キロ、キムチ5キロ私は中国産のキムチも食べたりするんですけど、その中国産のもので、大山キムチ、玉キムチ、三具キムチ、3つあるんですけど、これはまた玉キムチを買ってきました。玉キムチとか三具キムチとかもそのソウル市場で売ってたんですけど、値段が1900いくらなんですよ。で私が買ってるところは1500円ぐらいのところなので、400円ぐらいの差があるんですね。なのでそこであえて買ってはいません。そしてソウル市場のところにはキムチの5キロとかのメニューがないので、本当に買いたい、まあ、少し高くても買いたいっていう人はそこで聞けば、くれます。でインターネットのところが安すぎるので、ソウル市場が特にまあ高いっていうイメージはないんですけど、まあ激安っていうところ私は知ってるから、まあ、キムチはそこで買ったっていうことですね。じゃあこれからソウル市場で買ってきたものを紹介したいと思います。いやもう結構あるんですけど、まあ、1つずつ説明しましょう。でまずラーメンからいきましょうか。でいつものラーメン、あもうジェイちゃんも大好きなラーメンですね。挨拶、ジェイちゃんです。ジェイちゃんです、はい、ジェイちゃんです。ジェイちゃんが好きなワントゥコンです。ワントゥコン、まあ、まあ皆さん分かると思うんですけど、ワントゥコンはワントゥコンですね、はい。じゃじゃん、次こういうのがあるんですよ。ジャージャン麺、これ8頭で出たジャージャン麺で、チャッパゲティっていうのがちょっと苦くて何の味なのか分かんないよっていう方がいて、私も正直ジャージャン麺の味は8頭のやつが美味しいと思います。その8頭ジャージャン麺のカップラーメンがあったので買ってきました。で皆さん、私今日紹介する内容ってさ、ダイエット中なんですけど、皆さんが見たいっていうことで、いろいろ私も食べてないものを買ってきて、とりあえず食べるたんびにレビューを取って皆様に紹介したいと思いますので、ダイエット中でありながら仕方なく皆さんのためにレビューしたいと思いますので、これからも楽しみにしてください。この次がコムタンラーメンなんですよ。コムタンラーメン、これ面白いのがノンシムから出してるやつなんですけど、サリゴムタンってあるんですよね。サリゴムタンとコムタンラーメンが何が違うのかわからないんですけど、一応コムタンラーメンって書いてます。でサリゴムタン皆様大好きだと思うんですけど、それとどういう味の差があるのか、これから私もね今度食べて皆様に説明しますね。そしてじゃじゃん、これねチャムチマヨビビン麺なんですよ。これね、ノンシムから出してます。大体ビビン麺有名なのがパルトとかで結構出してるんですけど、ノンシム、ここでも今ビビンが出てます。で、チャムチマヨ皆さんわかると思うんですけど、まあ日本でもね、ツナマヨすごい、まあ皆さんが好きな味。で、韓国もツナマヨいつ食べるかっていうと、新ジャントッコキとかでツナマヨのご飯とか食べるんですね。で、ラーメンにそれをアレンジしたもの、なんか絶対美味しいなと思うんですけど、あこれもなんか美味しそうですね。この次が、キムチラーメン。皆さんこれ普通のキムチラーメンじゃないんですよ。大体キムチラーメンって言ったら、ノンシムから出てる辛ラーメンのキムチ味とか、キムチサバイミャンとかあるんですけど、これはジョンガッチから出してる。これ面白いですね。ジョンガッチ、皆さん好きなブランド、キムチ、私ジョンガッチのやつ美味しいって言ったじゃん、美味しいね。キムチじゃなくてラーメンも出してるんですね。キムチラーメン、しかもこれ激辛と書いてあるのですごい楽しみです。次、じゃじゃん、ノンシン、マヌル、メンポッキ。ラッポッキじゃなくて、メンポッキになってます。でも、ラッポッキっていうのもラーメン炒めでしょ、メンポッキっていうのも麺炒めでしょ、結局一緒なんですよ。マヌル。だから、あすごい、まあ、韓国のニンニクの味がする。ちょっと味の想像ができるよね。ニンニクに辛い、プラスこのパウダーは何なのかな、チーズですかね。だから、こういう組み合わせは絶対美味しいんですけど、これもまた楽しみですね。この次、じゃじゃじゃん、ジンラーメンです。ジンラーメン。まあ、ジェイちゃんがこれ買いましょうということで、もう普通に無性に食べたくなっちゃうラーメン、まあ、ノンシムにシンラーメン、プラスオトギジンラーメン。私の一押しです。はい、スナンナ、普通のマイルドな味もあるんですけど、私たちはスパイスですね。やっぱり辛い味が好きです。あでもこれ英語書いてあるし、多分国内版ではないんだから、味がどうかちょっと楽しみですね。はい、この次、今回すごい楽しみにしているラーメンがこちら、ジンチャジャンなんですよ。
もうチャージャンって言ったら今もうおっときもすごい人気ですね。まあ、ちゃんぽんもそうなんだけど、チャージャン。で、おっときのチャージャン、これすごい美味しく作れそうなので、ぜひね、いいレシピが出るんじゃないかなと思って買ってきました。次がね、ジェイちゃんが好きなトッポキシリーズなんですよ。トッポキ、チャジャン。これトッポキなんですけど、見てわかると思いますが、ハバネロトッポッキ、うん、一番辛いやつ、辛いやつ、ハバネロトッポッキ、うま辛トッポッキ、これジャジャントッポッキなんですよ。ジャジャントッポッキなので、トッポッキもいろんな種類が出ていて、なんか面白いなと思って全部買ってきました。この次がね、皆さんまた市販されてるヨッポッキとか、多分みんな結構知ってる方多いんですよ。これもトッポッキじゃないですか、うん、でもこのヨッポッキがですね、皆さん種類がこんなあるんですよ。種類が、で、まずヨッポッキオニオンバター、オニオンバター見たことない、うん、ヨッポキチーズ。で、これ普通ですかね、これが。ヨッポキ甘辛、うん。で、これまた面白いのは韓国風ジャジャン。ジャジャン。最近ジャジャンとかやっぱり出したくなっちゃうのかな。みんな好きだから多分日本で売ってると思うんですけど、うん、まあ、全部一通り日本語で書いてますし、いいなと思いますね。今日めちゃくちゃあるので、ちょっと早く説明しますね。あとね、ハニーバターオジモ。これハニーバターのイカなんですけど、これスルメイカなんですけど、これすっごい甘い。柔らかくてもっちもちで美味しいんですよ、これ。韓国のサービスエリアとかで結構売ってるんですけど、ね、ビール飲むときに絶対これ食べたくなっちゃって。この次に、トウモロコシヒゲ茶。これ普通のお水飲むときに大変じゃん。何が大変？なんか飲み込めなくなる。これなんか美味しいですよね。で、普通のコンチャの場合は水の代わりにちょっとならえないんですよ。ちょっと利尿作用っていうか。で、これは大丈夫です。このトウモロコシヒゲ茶、こちらは大丈夫で、夏もそんなにすぐ臭くならないのでいいですね。次はハニーバターアモンドなんですけど、これもビールのおつまみとしてすごい甘いし、子供もすごい好きな味ですね、これも。これ、プープーキが欲しいって言って買いました。食べる？あとは何から行こうかなと思ったんですけど、まずキムチから。これすごくないですか？ノンヒョッですよ、ノンヒョッ。韓国農業協同組合なんですけど、ノンヒョっていうブランド。風産キムチはすごい有名なんですけど、これの、チョンガキムチ。チョンガ。チョンガっていうのがまだ結婚してない独身の男のことを言ってるので、シングルマンキムチ。シングルマンキムチを買ってきました。まあ、キムチの種類言ってるから、全部もう紹介しようかな。これね、むきニンニクの、醤油漬け。ジャガチ、マヌルジャガチって言うんですけど、これ作るってもいいんですが、めんどくさいじゃん。で、これ売ってました。400円で。これでも私はもうすぐなくなっちゃうんですけど、これ本当にご飯と一緒に食べてもいいし、うん、皆さんラッキョ食べたりするんじゃないですか、そういう時に食べてもいいし、ラーメンにも合うし、これ本当何でも合うんですよ、うん、で、これはすでに熱いお湯で作ったジャガチなので、うん、臭くないです、これは、うん、なのでこれは匂いも気にしなくていいし大丈夫です。特に私がこれ大好きなんです、うん、これ美味しい。もう開けちゃった、ね。これから奇抜なやつ紹介しようと思ってます。もうちょっとでぴょぴょぎがやっぱりそのまま通り過ぎるのができなくて仕方なく入れちゃったよね。まあ海苔ね。あとこれサービスでくれました、海苔。あ、そうそうそう。で、海苔とこれなんかサービスでこれもらったんですけど、ビニール袋のロールでもう一個もらいました。ビニール袋もくれました、サービス。あとはビビンバとか普通に食べるときにご飯に混ぜるコチュジャンって、前も説明しましたけど、肉が入ってる、牛肉が入ってる炒めたコチュジャンが美味しいんですよ。なので皆さん普通に本当にご飯作りたくもない、ビビンバ何も入れたくない、コチュジャンだけでいいやっていう人も、普通のコチュジャンじゃなくてこれ食べてみて、これ絶対美味しいんですよ。だからいついいかっていうと、山とか登るアウトドアとかに正直ご飯とこれだけ持っていけばお腹いっぱいだし美味しいんですよ、これすごい。あとは面白いのを紹介しようと思ったんですけど、コムタンの牛骨コムタンのポーションですね、これポーション液体ですけど、これが面白いのは、この前に私キムチの味買ってきたじゃないですか、それ以外にじゃあ、まあ、スンドゥブ味もあるんですよ。だからスンドゥブのやつって正直私は個人的におすすめしません。だから個人的に作った方が、実際作った方が美味しくて、スンドゥブの元は絶対なんか味がちょっと変なので、ただこれブランドが出しただじゃん、出しただけにちょっとこれで作ってみようかなと思って、ね、でこれのスンドゥブがもし簡単に作れるんだったら、それもそれなりに皆さんが好きそうな味がちゃんと活かせて、作り方も簡単でいいレシピが作れそうなので一応買ってきてみました。今度じゃあちょっといろいろ作ってみて、私が直接私の胃袋に入れながら臨床実験をしてみたいと思います。この次、じゃじゃーん、これ面白いんですよ。これタッカンマリのスープなんですよ。これ入れてるか知らなかった。ちなみに何も入ってません。何も入ってないんだけど、なんて書いてあるかっていうと、これを入れて、鶏肉もも入れて、長ネギ入れて、ニンニク入れて、ジャガイモ入れて、エリンギ入れて終わり。美味しそう。
だからダッカンマリって意外と作り方簡単なんですけど、その爽い簡単だっけ、簡単だけどそのさっぱりさが出ない、スープがちょっと物足りないんだ、ね、そうだから逆に難しいんですよスープが。だからこれとりあえず買ってきてみました。でこれで完璧に作れるんだったら、うん、皆さんそのダッカンマリ外で食べるのに4000円5000円かかるんですか。そうする必要がないね。ここで一番高いものってだってこの中で長ネギだもん。あとこれもそんな高くなかったんですよ、300円とか安かったので、すごい楽しみです。これも高まり食べたいです。あとはこれはジェイちゃんが入れてくれました、うん、チッカッチャジャン、あのチョッカッチャジャン、だから火の味がする。皆さん火の味って何っていう人いるんですけど、火に焦がした味って分かります、中華料理とか食べるときに。そのだからそれを韓国で火の味って言ってブルマ、火の味がないものが最近売れないぐらい。これチョンジャンワンっていうまた素晴らしいブランドなんですよ。チョンジャンワンってすごい綺麗なイメージ、まあ、あと高いイメージもあるけど、うん、豆腐とかのメジャーなグループですね。そうすごいメジャーなイメージがあってですね、これは多分ソースだけなんですよ、粉粉末調味料なんですけど、これがなんかおいしいんじゃないかっていうことで、うん、ちょっと買ってきてみました。これは本当にだから作り方簡単ですよ。野菜ちょっと入れるか入れなくてもご飯とかに混ぜてもいいし、うん、ここにお肉と野菜、うん、玉ねぎとか入れて炒めて、うん、だからちゃんと作るときはね、うん、ご飯でもいいし麺でもいいし、だからこれもちょっと楽しみです。あとは私の友達らを買収しました。はい、もう友達もベストフレンドですね。もう仕方ないですね、もう買うしかないですね。何を買ったか、チャミスル、本当の雫、ジョンデイ、いい日和、いい日和、いい日、グッドデイ、グッドデイ、あこれまたあった、ハニバターイカ、うん、あとは毎回リピットしております、まあワン餃子、まあこれ仕方ないね、これは買うしかない、ね、もう仕方ないです。いつも迷うのがビビゴの餃子、美味しいんですよ、肉餃子かキムチ餃子か、うん、でちなみにキムチ餃子ちょっと辛いです。でもこう辛いからこそ逆に炒めた時もいいし、こう逆にちぎってあの炒め、あのチャーハンに入れても美味しいんですよこれ。あとラーメンに入れても美味しいし、だから私これにしました。餃子、これ何、これぴょぴょぎが勝手に入れちゃった。いやこれぴょぴょぎ無理だよ。これ皆さん愛しょっていうのが、愛しょってどういう意味かっていうと、あーすっぱっていう意味なんですよ。愛しょっていうのが、しょっていうのがもうしーだっていうところから来てて、しょ酸っぱい、これでこれ酸っぱすぎて、ベロが痙攣します。嘘です、痙攣はしないけど、かなりかなり酸っぱいです。あとはどんどん面白くなりますね。しかもね、こう面白いのがね、今ソウル市場がすごいのが、こういうのも作っちゃうね、PP 商品ね。いやもうすごいですよね、本場の味って書いてあって、냉면、냉면、どっちも냉면なんですけど、물냉면、ビビン냉면、はい、こうやって作ってるんで、これは別に混ぜて作る必要なくて多分ね、で2人前ずつ入ってるんですけど、これはうん、どんな味なのか作ってみたいと思います。でこれを作るときはちゃんとここに入ってる具材全部私作って入れて、ね、あの皆様にお見せしたいと思います。あともう少しですよ、ちょっと待って。あとソウル市場が凶悪なものを出してるんですよ今。ソウル市場でこういうねレトルト冷凍食品出してるんですけど、ソウル市場ってあのマークついていて、これチンすれば終わりなんですね。で何があるかっていうと、見てユッケジャン、ユッケジャンなんですけど、これって冷凍なんですよ、うん、だから具材がたくさん入ってるんじゃないかと思って。しかもこれチャプチェ持ってる、チャプチェが水だけ入れるみたいなじゃなくて、多分チャプチェそのままだったんじゃないですか、うん、でこれも冷凍があって、もう凶悪ですね。キムチチゲとかもある、やばくないですか。タッカエビ、まあタッカエビはまあ普通の日本の市販されてるものもあるんですけど、私すごい今楽しみが、だからチャプチェとキムチチゲ、私はチーズタッカエビが一番、これ本当の本場の味したらもうやばいですね、うん、だから食べてみたいですね、食べてみて絶対損しないわと思うのがあったら皆様にまたね、これか、まあ、全部私の辛口レビューで説明したいと思います。あと最後になりますけども、また凶悪な商品があります。これ皆様が絶対喜ぶような商品です。私見たことない、私もあんまりないですね。じゃあ軍隊にはあったんですけど皆さんこれ何かっていうと、キムチの缶詰なんですよ。だから何がいいかっていうと、匂わない、そう匂わないし、しかも種類がさ、万能キムチだから、万能キムチっていうのは多分チャーハンも作れて、だからそんな酸っぱくないはずなんだ。これキムチチゲも作れて多分、そうこれ常温保存できるって書いてあるよ。そうだから本キムチ、これは普通のキムチなんですけど、量もちょうど私だったら一人で食べれるんですけど、皆さん二人、まあ、三人、四人でも全然常温で保存できるし、そう、なんか旅行とかいいよね。あともっとすごいのが、皆さん韓国にあるんですけど、炒めキムチって言うんですよ。甘い炒めキムチがこう缶詰の形はないんですけど、袋になんかたまに売ってて、でもそれが出てるからすごい助かりますね。外で、やっぱり食べたりとか、あと弁当で食べたりとか、公園とかでも食べたいじゃん。でも匂いから嫌じゃないですか、持っていくの大変 で、 そうそうそう。でだからこういうあの缶詰があるのはすごい助かりますね、うん、で、賞味期限来年の12月までです。もうほら1年以上、1年半ぐらいの保存ができちゃうね。高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。
はい、いかがでしたか。今日私たちたくさんの韓国の食品買ってきました。で、今日買ってきたものがだいたい1万7000円ぐらいなんですけど、皆さん、私がこの中で食べたものってそんなあんまりないんですよ。皆さんが多分こういったものも多分買うと思うのね。で、これって美味しいのかどうかわからない。これより美味しいものがあるかもわからない。でもだいたい私もちろん味はわかるんだけど、初めて見たブランド、初めて見た形、初めて見たその冷凍かレトルトか食べてみて、皆様にあこれは美味しいと思いますよっていうのを、まあ私の基準にはなるんですけども、皆様にまあ役に立つような動画でちゃんとレビューをして紹介していきたいと思いますので、これからもね、あの辛口レビューシリーズを楽しみにしてください。で、これでまあ何を食べてもとりあえず動画で少しでも撮影をして皆様に私の声を聞かせようと思っていますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと全てコメント見ておりますので、あのこういったものもちょっと食べてほしいよとか比較してほしいよっていう内容があったらぜひご意見いただければと思います。それでは以上となります。皆さん、またね。アニョン。バイ。バイ。